はい、開けてみました。キャリバーは T17 っていうのが入ってるんですね。で、もう今まで開けたことなかったんで開けてみましたけど、こう、両脇のところが爪になってるんですね。爪で、これをこう、裏蓋をこう、両脇でから止める構造ですね。キャリバーですね。これが T17 ですね、オメガの。トノー型筒型っていうの。トノー型のキャリバー入ってました。はい。で、こう、裏蓋の中側ですけど、いろいろパテントとかの、いろいろ入ってますね。 まあよく磨かれていて、まあ、うん、仕上がりいいですよね。で、やっぱりここの縁のところに多分パッキンが入るんでしょうね、四角い、台四角いところ。それでこれでケースを止めてて、さらに、こう、あの、このケースの枠で、えー、爪で押さえ込むっていう構造ですね。これで防水性保ってたんだと思いますけど、まあ、この構造を見る限り、まあ、そんなには防水性なかったと思いますね。一応、マリーンって書いてありますけど。 まあ、某人、某観、汗とか、そんなもんじゃないですかね。まあ、でもまあ、え、オメガのシーマスターの元祖的モデルですよね。えー、1930年代、40年代から、オメガが、やはり、時計の防水性を追求していた、という、まあ、照明のような時計ですね。いろんな形で防水性を、 確保することを考えてていた。ロレックスとは違うアプローチですけれどもね、そういうアプローチで、えー、オメガも考えていたんですね。はい、オメガのマリンスタンダードです。まあ、結構レアなモデルですね。